平尾隆之、日本でアニメーションの演出監督を、しています。やっぱり昔自分が周囲に馴染めなかった時に救ってくれたのがアニメーションや漫画や映画でした。それを、そういった作品に、恩返ししたいなというふうなことを思ったのがきっかけですね。そうですね、やっぱり、ディレクターをやってていいことというのは自分のイメージを、伝えることができて、そしてそれを、うまくいけば 100% そのイメージを、形にしながら一本の作品を作れるということですね。たくさんそのインスピレーションを受ける方時っていうのはあるんですけれども、もちろん最初に全く関係ない本や小説を読んでいるところからっていうのもありますし、だけれどもそうですね、人と何気ない会話をしている時にその人のその考え方と自分の考え方が違っている時、その価値観が全然違う価値観に触れた時にそのアイデアの転換っていうんですかね、その今まで考えてたアイデアがひっくり返って新しいアイデアが生まれるということが多いですね。そうですね、もちろんその僕自身がまだその完璧にできているかどうかも分からないんですけれども、一つはその自分なりの言葉で自分の伝えたいテーマを、語ることができるかっていうことが一つと、もう一つはその自分の色、自分が何を得意でその何を伝えていきたいのか、そういったものを明確にしておいた方がやっぱりその監督をやった時にどんな作品を作るのかっていう、技術よりも何よりも大事なのはその監督が示す旗のようなもの、フラッグのようなものっていうのを持っているかどうかだと思うので、そういったものをこう自分の中で見つけることというのが、若い時にそのやっておくととても役に立つというか、何かの指針にはなるかもしれませんね。本当に今その韓国の、エンターテインメントというのは、日本もすごくその影響をやっぱり受けていますし、素晴らしい、やっぱり作品が多いと思います。でその中できっと多分その今夢を、追っている人たちとか、なかなかでもその夢を追いかけたいんだけど手が届かないという人たちもいると思うんですけれども、僕自身もやっぱすごく、なんでしょうね、下積みの時代がすごく長かったんですけれども、その時に助けになったのが、自分がその絶対に、やっぱりいつか自分の作品を作るんだということを諦めなかった部分と、あとは、その時の仲間ですね、やっぱりどれだけ辛いことがあったとしても同じ志を持つ友人たちや仲間のおかげで、やっぱりこう耐えてこれたというのもあるので、もし皆さん今夢を追いかけているのであれば、まずはその夢を諦めないことと、そして同じ夢を持つ同志、仲間を、見つけて、そして大事に一緒に、夢を叶えてい、く、それがすごく、なんでしょうね、エンターテインメントを仕事にする上では、助けになると思います。 The Director Director Your Dream